グループ、シャトーイ、姉は大神だ。はい、久しぶりです。久しぶりです。自己紹介、こっちからいきましょう。はい、成功王人です。よろしくお願いします。ターゲットのジェスです。よろしくお願いします。はい、リーダースルちゃんです。よろしくお願いします。はい、ターゲットのパウンです。よろしくお願いします。はい、ターゲットのヒョンです。よろしくお願いします。はい、ターゲットのベイビーラッパジアイです。よろしくお願いします。はい、ターゲットのロイです。よろしくお願いします。かっこいい。聞いてください。すごくお久しぶりです。イエーイ。すごく美人が聞いたんです。まぶしい。まぶしい。お久しぶり。やった。はい、元気でした。もうね、ターゲットはね、暑いか狭いかみたいなね。あ、そうですね。暑いか狭い。毎回ちょっとステンディングで。そう、ステンディングで。でも私今日名前覚えたんで。あ、チェックしてもいいんですか。やりましょう、やりましょう。はい、エロイくん。わお。ジェイくん。わお。ヒョンくん。わお。バウンくん。スルちゃんくん。ゼスくん。わお。ウジンくん。成功。いや、送りつけ今日完璧だと思います。完璧です。今日はですね、名前も覚えてきたのもそうなんですけれども、はい、この間はね、はい、ほら普通の質問だったじゃないですか、はいはいはい、今日は皆さんの運勢を占って。お、レッツゲット。ありがとうございます。本当に知りたかったです。そうですよ、はい、実はあの占い師なんで。あ、そうですね。好きなんですか。かっこいいですね。好きじゃなくて、あの仕事。はいはい、仕事。仕事が。仕事が。売れっ子。そう、すごいですよね。売れっ子、売れっ子。あ、あの事務所に請求しといて。あー、あとで中長に。お金は、行きます。はい、中長に。行きます、ちょっと。またね、ここみんなすごい面白い星してて。あ、もうどこまで放送できるか。あ、行きましょう。もうカットカットで行きましょうね。で、まずは、はい、同い年の3人をね。はい、はい、3人、はい、しかも3人とも、なんと同じ月に生まれてるから。あ、3人とも同じ運勢なの。あ、同じ。なんか運命共同体。あ、共同ですね。そう、そうなの。で、3人とも、すごいこう、若いうちに成功しなきゃいけない。あ、あ、そうそうそう。で、あと若々しくしてなきゃいけない星してるから。だから若なんて言うの、若作り、なんて言うの、若く、韓国人ですよ、若く。そうね、そうね。若くこう見えるように。うん、元気に。元気に。こうなんかちょっと疲れた感じではなく、はい、ちょっとキラ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 とするのがよくって。でもちょっとね、優柔不断な星が入ってるから。ああ、そうそうそう、優柔不断。だからなんかそういうところをなんかこう気をつけたりとかすると良くなる。ああ、そんなに気をつけます。そんなに、じゃあここからここから、ここからです。ここからか、ここから。ここから。聞く聞く、知りたいな、知りたいな、心配。聞く。で、今年はすごい良くて。おお、今年はなんか逆に目立たなきゃいけないから、今年めちゃめちゃ頑張らないと3人とも来年運気がドーンって下がる。ああ、頑張って、頑張らないと。来年すごく注意しなきゃいけないから、はい、今年ものすごい頑張らなきゃいけないのと、うん、まあ3人とも悲しいかな。やっぱりこう女性トラブルが結構多いんですよ。気をつけて、気をつけます。はい、気をつけます。なのでね、実は女性トラブルっつっても全部を示してるから、やっぱりね、ファンとかを味方につけないとダメ。ああ、味方に。だから女の人に好かれるように努力しないと、女の人に足を引っ張られるというね、そういう悲しいね。頑張って、頑張れます。なので、こう女子は味方にしましょう。はい、今年もすごく重要な。そう、今年頑張らないと、今年頑張らないと来年ほど頑張ってほしいな。でも頑張ってるから大丈夫。そうね、そうね、大丈夫、大丈夫。まとめてだから大丈夫。ほらほら、グループだから、グループだから、グループだから、一緒に頑張れ、頑張ろう、頑張ろう。今ね、今だから、今頑張ってもらって来年みたいな話だから。はい、ネクスト。次。はい、スルちゃんくん。はい、スルちゃん。リーダー。で、スルちゃんくんは逆に、去年が最悪だったのが、今年からこう。あ、本当ですか。だから今年からこうずっと思う。去年が最悪だった。最悪だった。で、今年からもう一気に。いや、上がる。上がる。今年のもう夏ぐらいから、もう上昇気流にこうね。いや、で、つるちゃんは結構真面目なんだけど、プライドも高い星してるから。プライドが高いよね、プライドが高いよね。わかる。すごい認めわかるわ。なるべく優しいところを作る方がよろしくて。ああ、そうっすね。本当に、本当に。ちょっと怖
倍ぐらい。そう、すごいですよね。倍はすごい。結構全部当てます。聞きます。全部当てます。ほら、結構ね、誰に言うことも聞かないタイプだから、ニコニコね、そうそう、はいって言ってるとね、成功するよ。うわー、すごい。どうしよう。僕には本当に難しいことだけ。今、鳥肌が出ちゃった。すごい。でもね、スルちゃんは逆なのよ。女運めっちゃいいのよ。だから人気星って言われてるから、そう、だから逆にモテちゃう。ああ、そうですね。今も人気だけど。そうだそうだ。このもう、どうやって僕たちがもらえます？女性人気だから、ファンがほらいっぱいいる。でもね、ファンの運気も上げちゃうタイプよ。おめでとうございます。でもそれをなんかうまく活かすためには、やっぱこうね、スルちゃんですって。あー、こんな可愛くキラキラしの方が。ちょっとやってみて、やってみて。スルちゃんでーす。いい感じで。スルちゃんは成功するには可愛く。あー、そうそう。多分僕もそんなこと認めます、それは。ねえねえねえ、まあまあ、そう言うてるゼスもあれやけどな。あとでな、あとでな。はい、で、はい、ネクスト。はい、次ジアイくん。ジアイくんはね、もうね、今年から絶好調だ。で、来年マックス。マックス、マックス。すごい。来年がですか。すごいよね。来年。だから来年落ちてるから、来年マックスでこうバランバラン。おめでとう。だからジアイくんいてよかったよ。おめでとう。来年10です。10年来年が10です。だからこう3人がね、来年こう下がってる時にジアイくんが引っ張ってもらって。バランス逆ですよ。いや、ジアイくんのブロックに、ブロックにはなんか関係ないかな。そうですよね。ブロック大事大事大事。バランスバランス。バランスバランス。いいですね。バランスバランス。スルちゃんもこう上がってきて。で、もうこうポン。来年ショーの方が上がったんですけど。で、今、ナウ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 。今こうだから、もうちょっと支え。されてもらってみたいな。いいですよね。任せるね、ジアイくん。完璧なグラップですね。そう。で、ジアイくんはね、スター星も持ってる。ああ、スター星。スター星。そう。生まれながらに芸能人に向いている星を。いやー、ありがとうございます。例えばビッグバン先輩とジードラマ先輩みたいな。それは違います。あ、そうですか。すいません、ちょっと本当に言う、本当にすいません。ちょっと僕はちょっと勘違いしてたかな。はい、すいません。そこまではまだまだまだですね、僕は。いや、でも要素はある、要素は。要素はあります。要素はあります。で、やっぱり同じなんだけど、スター星を持ってるんだけど、やっぱちょっと優柔不断なね、ところとかもあるし、あとね、またちょっとね、ちょっとこことはまた一緒なんだけど、やっぱちょっと女性運がちょっとよろしくないな。ねえ、女性気をつけていくんだな。そうなんですよ。それはやっぱり優柔不断で、女性運が悪いって言ったらどうしなきゃいけないかって言ったら、やっぱ同じく愛想よく、みんなに好かれるように、女性を味方につける。わかりました。いい、アイドルなんだからね。はい、女性運が悪いってだけでマイナスなんだからね。はい、そうよ。だからもうみんなにこうね、僕たちはってこう、はい、わかりました。みんな大好き大好き大好き。みんな聞いてるか、お互い。そうですね。ゼスはできる。うん、ってな感じなんで、運気はいいので、まあちょっとそう、気をつけるところは気をつけて。はい、オッケー。はい、オッケーです。はい、じゃあ次ゼスくん。あ、もうみんなすごいよ、すごいよ。ゼスくんすごいよ。もうゼスくんは、もう史上最強、マックス最強星。おー、面白いな。あのね、ちょっと知らないかもしれないけど、日本で言うと、野球選手のダルビッシュ選手と一緒みたいな。お、ダルビッシュ。メジャー、メジャー。メジャー。メジャー。メジャー、メジャー球場。アスリートみたいな星してて。で、めちゃめちゃ強いから、なんか日本語難しいんだけど、なんかあまりにも星が強いから、天王か乞食かみたいな感じなの。なんかもうすごいか最悪。あ、そうですね。今年がですか。いや、ずっとずっと永遠に、永遠に、人生が永遠に。あまりにも強いから、もう成功するか失敗するかみたいな。なんかそうですね。結構怖いです。そうなんですよ、危ないんですよ。危ないです。ちょっと日本が一番不安ですよね。なんだっけ、本当にこれは普通がないよね。家計みたいですよね。いや、そうそうそう。でも大丈夫、ポイントがあります。ポイントが。この星が成功するにはですね、はい、まずお金に走らない。あー、はい。あ、欲に走らない。はい。あと傲慢にならない。あー、はい。あとはわがままじゃない。あー、多いですね。全部。多いですね。ただ頑張ってる。いや、強いから、なるべくこう、腰低くこう、すごい強いのよ。だから、こうなると、もう、ほんとすごい、なんかもう、そうですね。わーっちゃうね。あー、それ、わかります。わかります。わかります。芸能
能人ことある。それ芸能人病っていうことじゃないですか。芸能人になってなんか狂慢的になる。じゃあなんかどこまでもこうなっちゃう。調子になりやすいから。はい、そうだからあの日本語わかるかな。謙虚。はい、謙虚に。はい、わかりました。謙虚に。はい、でもすごい強いから、はい、あのグループにこういう人が一人いるのはラッキー。ああ。よかった。当たると。当たるとラッキー。はい、この子がよくできたら。ただ、ごめん、笑っちゃった。ただ、すごい強い星なんだけど、今年の運勢は一番悪いんで。あ、一番悪いですか。よかった。それでも、よかった。永遠に、まあどうなるか分かんないじゃん。それで僕も頑張らないと。そうそうそう、あのほら、来年から、はい、来年から良くなるから。はい、そうそう。いいじゃん。だから今年は、我慢と努力。そう、我慢と努力。あと、今年は、2ヶ月ぐらいしかいないからね。それで来年になったら、旧暦だから来年の2月までなんだな。4ヶ月残るからね。頑張ります。それはそうそうそう。でもいい星してるから、はい、すごい強い星してるから、もうあの成功の方で、はい、頑張ります。なので皆さん最強星ですよ。はい、そんな人じゃないからですね。ラッキーですよ。じゃあ宇人くん。宇人ラスト。宇人くんはね、あの、はい、運勢もね、別にあの今悪くもないの、うん、あ全然普通。ただ宇人くんはもうね、すっごい面白い星してて、面白い、なんかね、変わってる星してて、うん、これクリスティの占い上だと、うん、変態星って言うんだけど変態か、変態か、やっぱり変態か。なんかね、めちゃめちゃあのね、頑固というよりは、はい、もう一切人の意見ピタンってタイプなのよ。ああ、はい、それがすごいね、出ちゃってところがやっぱり人の意見聞かないだけ才能は抜群にあるみたいな。そうなんですよ。だから才能ある分、才能でご飯食べれる分、かなり思い込みも激しいから、なるべくみんなの話をなーにって聞けるようになる。ああ、そうなんですね。そうですね。わかりました。すごく良くなるのよ。で、あのやっぱりみんなと一緒で、あの女性は悪くてで、結構ね、あのね、裏切られやすいのと、こういう星の人っていうのはお母さんが結構強い星が多い。強い人、はい、お母さんが結構強い人が多いから、はい、そう、なんかめっちゃ見るやんお母さんが。そう、だからなんかお母さんなのか嫁なのか彼女なのかファンなのかわからないけど、はい、とにかくあの一生懸命こう聞く耳を、そうですね、そうそうそう、意見を持って聞くと成功しやすいので、運勢は別に、ね、全く問題なし。ああ、よかった。普通、よかった。普通、ここら辺は結構こういうのがある。ああ、こういうのがある。ちょっとここだけなんかこう平穏なので、だから来年も大丈夫だし、今年も大丈夫だし、なので、今年がそこで上げて、もう今からいやで、ね、ここもこう、で、ここは今こうで、ね、こうなるから、そんな感じでバランス的にはいいと思います。はい、それで本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうターゲット初占いいかがでしたでしょうか。僕たちはね、あと僕の JSL ファミリーコンサートがもうすぐです。皆さん10月8日でしょ。はい、そうです。はい、その時知って、僕たちずっと日本の活動を知って、日本の科目来年リガチします。そして韓国カムバックも準備しているので、楽しみにしてください皆さん。はい、イエーイ。そして僕たちのツイッターもあるから絶対フォローお願いします。はい、レッツゲー。10月8日はどこ。18はチェックナンバーです。チェックナンバー、はい、よろしくー、よろしくお願いします。イエーイ、ターゲットでした。お疲れ様でーす。バイバイ。